皆さん、こんにちは。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日からですね、ドジャースのスプリングトレーニング始まりまして、まあ、昨日集まっているわけですけどもね、今日からワークアウト開始ということになりました。で、まず、翔平情報ということですけども、まあ、その前にね、ロバーツ監督としてはですね、大谷翔平がドジャースのユニフォームを着ているのを見るのをね、まだ信じられないということでね、まあ、なんか、つねらないといけない自分をね、 要は、夢のようだということでしょうかね。というか、まあ、夢じゃないことを確認するっていうことですけど、つねるっていうのはね。ただ、まあ、そういう形でね、えー、彼がドジャースのユニフォームを着ているのをね、見るのはまだ信じられないということらしいですね。という、まあ、状況というかね、情報もありつつ、翔、え、平、ー、の情報としてはですね、まあ、新人のような、まあ、ルーキーのようなね、えー、形ということで、現状ね、新しいチームに来ているので、まあ、そういうことになっておりますと。自己紹介をね、いろんな方にしているわけですけども、 同じ人に2回しないようにね、気をつけないといけないな、みたいなことも言っているというところですね。で、現状の、まあ、状態ですけども、スイングレベルとしてはもうほぼ100%だということなので、あとはですね、人が投げる球ですね。人間がちゃんと投げる球と、マシーンからのですね、あの、速度ね、えー、急速が出ている球っていうところと、まあ、対峙してっていうので、どんどんね、次のステップに進んでいくという状況みたいなので、 状態としてはね、しっかりと現状ね、いい状況にまあ来ているというところだと思いますので、まあ、またこれから、今度は試合に出るというかね、バットを振る状態は100%に、まぁ、あ、状態になっているとで。次は試合に出て、生きた球をね、打つとか、まあ、マシーンのね、速い球を打つとかして、試合に出ていく準備に取りかかるのかなっていう感じだと思うんですよね、感覚的にはね。 そういうふうに、まあ僕は思いましたけどもね。まあそういう状況にありますよっていうところと、あとはやっぱりですね、まあ打者として出る準備、そしてピッチャーのリハビリもね、やらないといけない状況ですけども、ただ一度経験してるっていうのがあるので、まあ前回よりはね、うまくできるだろうっていうことでね、言っているということなんでね。まあ、やり方はなんとなくわかっているし、2回目の方が簡単じゃないかということでね、感じているということですね。 えー、そしてアスレチックの記事になりますけどもね、ローゼンタールさんの記事ですけども、まあ今日はですね、この話題が結構ね、他の、まあ、えー、媒体というか、えー、ところでもね、書かれている部分ではあったんですけども、まああのー、翔平が来ることによってですね、まあメディアがかなりね、今日も日本からのメディアがすごかったということで、エンゼルスの時のようにですね、メディアにあまりこうね、登板した日とか、しかこう対応していかないとなると、 他の選手にやっぱり聞いてたじゃないですか、エンゼルスの時もね。で、後半なんか、まあ彼が出なくなってからね、えー、まあ他の選手、そしてどこに行くんだっていうことをね、他のまあチームメイトに聞くような形が、まあしつこく行われたっていうと、 まああれなんですけども、でも最後の方はうんざりするぐらい多分みんな聞かれていた状況だったんですよね。っていうことがまあ起こり得るんじゃないかと、翔兵のまあ対応の数によってはね。ということがですね、結構ね、報じられているというか言われておりまして、で、ロバツ監督にその話題がね、えー、まあインタビューかなんかでね、飛んでるんだと思うんですけども、まあロバツ監督としてもですね、まあそういう感じになるかもしれない、率直に言えばね、っていうところでね。 で、ロバス監督自身もですね、バリー・ボンズが、えー、ハンカーロンの記録をですね、追いかけていた時ですね、2007年にジャイアンツでプレイしていた時に、まあ、ボンズもそこまでこうね、語るメディアに、メディアにね、語るタイプではなかったらしいので、まあ、代わりの選手がね、誰か別で話すみたいなことがあって、 で、それを拒否する選手も、まあ、いたわけですし、で、その後にね、誰か話さないといけないので、ロバーツ監督も、そのメディアに対して話す選手のね、一人だったということらしいんですよね。ただ、まあ、この大谷翔平とね、ボンズガーっていうことをね、えー、比べるわけではないけども、ただ、えー、他のチームメイトとして多くの質問に答えなければならないね、選手であったと自分はね、だから、まあ、そういう状況が生まれてしまうかもしれないけども、っていうところではあると思うんですけども、 ただまあね、あのー、翔平自身もそれなりにそこは分かってると思うので、結構ね、スプリングトレーニングの段階ではあるんですけども、メディアにちょっとね、多いかなと出ているのはね、というふうにも思いますしね。まあそれはやっぱりドジャースに行くとそれなりにっていうのも言われていたので、まあその辺もね、そ、あのー、エンゼルスにいた時よりはちょっとは増えるのかもしれないしね、そういう状況にもなるし、あとは選手たちもこの盛り上がりって を見ればね、なんとなく分かっているという状況でもあると思うので、もちろんね、それを良しとしない選手も出てくるかもしれませんけども、ただですね、彼が入ることによってのチームへのアップグレードっていうのはまあね、ええー、あるわけですし、まあチーム自体が好調であればですね、まあその、まあ雰囲気的な部分も大丈夫じゃないかというところでしょうかね。 えー、そしてですね、先ほども言った通り、現状メディアでの対応っていうのは、まあ、それなりになんとなく多い気がするというね、状況ではあるんですけども、まあ、その後ですよね、まあ、シーズンが始まってからとか、まあ、大谷翔平がどのし、ね、頻度で、えー、話をするかっていうのはまだ明言してないし、そんなことは事前に決めてないかもしれないと、ドジャースとしてもね、ということも書かれておりますよね。そしてですね、ロバーツ監督としては、大谷翔平が話せない日に、クラブハウスで誰にね、えー、話を聞いて、 ね、見たらいいのかっていうところと、あとはまあ、自身の経験をね、踏まえて、えー、ロバーツ役は誰に指名するかっていうことを言われたんですけども、ジェイソン・ヘイワードに質問をぶつけてみてくれと、えー、ロバーツは微笑みながら言ったということなんでね。まあ、彼が、えー、次ですね、まあ、どっかしらで、日本のメディアから囲まれることになるんじゃないかみたいなね、ことに、まあ、言われておりますけどもね。 ということになりましてね、今日からドジャースのスプリングトレーニングがね、開始されたということになりましたけどもね。まあメディアの対応についてはまあそれなりにやっぱり増やすのかななんて個人的には思ってますけども、ドジャースに行ったからね。だからそれは仕方ないという形で見ているかなと思いますが、ただですね、やっぱりあの、 メディア側もね、ちょっと、なんて言うんだろうな、気を使うというかね。まあ、もし、大谷翔平から話を聞けなかったら、まあ、他の選手に聞く。まあ、それはね、ある程度しょうがないのかもしれないんだけども、さすがになんか限度があるというかね、去年のそのエンゼルスの後半の時なんか、なんとなくもひどかった気がするので、ま、あだから、その辺はね、ちょっと、ま、理解してというかね、うん。まあ、ある程度の、なんて言うんでしょうね、ところまでっていう形で、ちょっと、あんまり踏み込みすぎないのと、 あとは、大谷翔平の話題だけ聞かないというかね、他の選手に。だその選手のことを聞くのは全然ね、問題ないと思うんですけども、まあ、あのー、昌平はどうだっていうのをね、えー、全部の選手に聞いたりして、で、しょっちゅうしょっちゅう聞いたりしてね。あとは、まあ、その選手に対しての、まあ、でしょうね、インタビュー中というか内容のインタビュー中でもどうだっていうのを聞いたりするので、まあ、その辺はね、それなりにこう、限度をね、保ちつつやれば問題ないかなと思いますのでね。 まあ別にそのね、大谷との関係はどうだとか、あとはどうですかってね、大谷翔平が来ましたけどどうですかっていうのはね、いいと思うんですけども、それを毎回そのね、挟むとかね、しなければ問題ないと思うのでね、その辺も日本のメディアとか、まあ向こうのメディアも含めてなんでしょうけどもね、ちょっとそこをやってもらえれば、まあ報道陣はね、たくさんいるとは思うんだけどもね。 ただなんかそこまで問題にならないのかななんて、うん、思いますけども。ちょっとそこも難しいんでしょうけどもね。話題を提供しなきゃっていうのがあるからね。 っていうのもありますのでね。ただ、その辺の限度をちょっと守りつつやってもらえたらいいのかなーなんて、個人的には思ってますけどもね。という感じの商平情報と、えー、あとはその他のスプリングトレーニング情報で言うとですね、山本義信とビューラーがね、えー、キャッチボールとかもしてて、あとは、ブルペンにね、二人で入ってたような形でしたけどもね。 まあ、いい形で20球ぐらい投げたみたいなのが書いてありましたけども、初めてのね、えー、スプリングトレーニングというところで、向こうは球数少ないからね、100球とか投げるわけじゃないので、まあ、そんなもんでしょうっていうところとね、あとは、あのー、先続の通訳ですかね、決まったようなことが書かれておりましたので、まあ、それもね、良かったのかなと思いますけどもね。とにかく、えー、無事にですね、調整して、で、まあ、山本義信そしてビューラーは、あのー、 開幕はちょっとね、えー、やっぱり飛ばすようなことを書かれておりますので、まあ以前からも言われてたけどもね。ただあのローテ、開幕ローテからはまあ外れるような形。で、それをこうずらしてね、後半にいいように持っていければっていうことだと思うので、 まあそんなにこうね、え、開幕、まあ彼自身の開幕に時間がかかるということではないとは思うんだけどもね。もうブルペンに入ってるしね。ただ開幕スタートから、まあ、ローテでは回らないということみたいなので、まあそういう状況ですね、現状はね。 ま、安全に行くというところでしょうかね。えー、そしてですね、カーショーの契約がま、オフィシャルになりまして、今日無事にね、決まったということになりました。で、契約のま、内容ですけども、2年契約というか、えー、今年とあとは来年のね、プレイオプションということでしたけども、基本的には10ミリオンの保証ですかね。ということなんですが、まあ、あの、インセンティブがついておりまして、今年の年俸もですね、最大だと12.5ミリオンになるよと。 2025年のプレイヤーオプションも、まあ、そうなっていくと、えー、基本給というかね、そこもアップしていくような形になるらしくてですね、最大で2年目は25ミリオンの収入を得る可能性があるということなので、まあ、最大2年間で37.5ミリオンまでいくということみたいですね。 で2024年のインセンティブとしては、えー、6から10試合の先発登板が条件だと、トレードルーマーズに書かれておりますけども、まあそこを達成できればそれなりにこう上がっていって、それに伴って来年のオプションの金額も上がっていくような、えー、形なのかなと思いますけどもね。まあだからオプションがその25ミリオンになるのか、まあ気温級が上がって、えー、プラス来年もインセンティブがあるのかっていうのはちょっとわかんないですけども、 ま、最大で37.5ミリオンということなんでね。今年は途中からというか半分以降から投げることになるから、あまりね、金額的には高くないんでしょうけども、来期においては25ミリオンが最大ということにはなるという契約になっております。もう無事にね、決まりましたので良かったのかなと思いますしね。まあ、この37.5っていうところを取るぐらいね、投げてもらえれば、まあ、それは成功であったということだと思いますのでね。まあ、そこに期待したいかなというところでしょうかね。 続いてですね、先ほどのアスレチックの記事の中に書かれていた部分ではあるんですけども、エプラーさんの話ですね。まあ、不適切な IL のね、登録っていうところでね、調査を受けておりましたけども、2024年の停止ですかね、1年間というか、まあ、今期資格停止みたいなところでね、えー、処分を受けたということになるみたいですね。結局、これ、何だったのかと。 みんなやってんじゃないかって言われててですね。えー、だから、じゃあ他にね、プラスアルファでなんか罰せられるようなことも含まれていたのかっていうことなんですけども、まあ、基本的にはそんな感じではないらしいんですよね。じゃあ何なのかっていうと、まあ、コミッショナーとしてはですね、彼にこうね、処分を与えて、で次からこういうことになりますよ、的なところでね、えー、そういうニュアンスじゃないかというところなんですよね。 ほとんどのチームが同じようなこともやっておりますし、まあ選手とかに聞いてもそういうことになっているという状況なので、まあ要はですね、あんまりその故障していないわけですけども、まあどっかの張りとか言ってですね、マイナーに落とす、で入れ替えるってことが可能になるわけじゃないですか、IL に入ればね。だからメジャー枠にいて、 えー、もうオプションがなければですね、落とせないわけですし、まあそういう選手をですね、どっかの張りってことにして、ね、状態が上がらない選手をどっかの張りにっていうことにして、まあもちろんその選手がね、えー、それをね、望まなければ無理なんでしょうけども、まあそうやって IL に入れて、下に落として調整かけてまた戻すみたいなことがね、えー、できるわけですよね。だそれを、まあ本当にね、えー、故障してないのにやっていたということなわけで、 まあある程度ね、他のチームも、まあ基本的にはやっているわけですが、ただ、まあなんでしょうね、処分するにあたって彼がちょうど良かったみたいなところなんですかね。おそらくそのメッツの中でもですね、まあ新しいこうトップの人が来たので、まあ彼のその権限的にもね、あんまりあれだったから、まあ今回のことで、えー、辞任しましたけども、あんまり影響はなかったっていうところにはなると思うんですよね。彼自身はまあ、えー、処分を受けることになったんだけども、 ただ、メッツとしてもそこまでなんか、影響があったわけじゃないし、その他のね、チームの、えー、まあ、現職の GM で、まだ契約がね、結構あってみたいなところをやっちゃうと、なんとなく、えー、ね、ダメージというか、いろいろと問題があることではあるので、なので、ね、今回ね、とりあえず、こう、軽い処分で罰して、次回違反があった場合には、より厳しい処分を下すというね、 まあそういう形をとって、まあ抑止力にするんじゃないか。で、そのまあ、えー、ね、最初の軽い処分というところを受ける、まあ担当になったって言うとあれですけどもね。まあそういう形なんではないでしょうかという話ですね。だからまあこれからそのね、余計なね、不適切な ILA のね、移行というか、怪我はしてないのに座って使うってことが、 規制されていくんだというか、規制しますよというかね、見張ってますよというか、まあそういうメッセージ的な部分ではあるんじゃないかっていうことですよね。今シーズンからそうやって余計なことをしたらですね、罰せられる、よりまあ重い処分が下る可能性が出てくるということなので、 ほとんどのチームがやってると思うんでね、その辺は、まあ、ちょっと気をつけてやんないとダメなのかな、なんていうふうには思いますけどもね。えー、続いてですね、m l b c o の方にですね、出ておりますけども、エンゼルスとしてはスネルを除外していないということでね、まあ、昨日ですね、ジョン・ヘイマンさんのね、記事に出ていたということなんですけども、まあ、スネル、モンゴメリーでベリンジャーとね、連絡を取り合っているということなんですが、ただですね、えー、オーナーがですね、 あの、スネルへの、まあ、希望額っていうところにはね、応じる許可は出していないということなので、現状ですね、もうスプリングトレーニングが始まりそうなので、スネルの値札が下がる、多少下がる可能性はあると。ただ、契約を待ってれば待つほどですね、まあ、あの、スネルへの関心っていうのは値段が下がってくれば、他のチームも来るので、 えー、結構またね、厳しくなってくるという状況ではあるよね、って話なわけですよね。そうだよね、って感じなんですけども、オーナーはですね、当初にまあね、大きい金額を使っていかないので、まあそうだよね、とは思うんだけども、ただね、えー、本当に取るのであれば、今ね、その希望額に近いところ出せば、まあ一本釣りできるんですよ、基本的にはね、おそらく。えー、スネルがエンスに期待かどうかは別として、まあ現状の構図だとね、そこが出てこないので今待ってて、 まあ値下がり待ちでね、えー、進んでいかない状況なわけですけども、まあスプリングトレーニングが近くなってきて、で、そのスネルがね、希望していた額にはまあ届かないと思うんですけども、まあそれをね、ちょっと近いところ、他のチームを出してこないけど、ちょっと近いところに出せば、まあエンゼルスは取ることが可能ではあると思うんだよね。うん。まあ、そのさっきも言ったけど、スネルがどうかはわかんないんだけども、 だからそのチャンスはあるんですけども、まあやっぱりそこにね、えー、大きなね、金を使っていくっていう状況にはまあ現状ないわけなんでね、ピッチャーにね。今まで通りならね。だからちょっとあれなんでしょうね、と思うんですけども。ただ、まあ変わるのであればね、今そこで使っていってね、えー、それで大きな契約でスネルを取るっていうのも、まあそれをやるのであればなんか面白いなと思うので、エンゼルスとしてもね。まあそういう部分が足りてなかったっていうのはあると思うんで、まあちょっとね、うん。 決まらないんで、こうね、出していけば、まあもしかしたら決まるかもしれない、エンゼルスにね。という状況はあると思うので、まあね、ちょっとね、オーナーの感じで見れば厳しいんですけども、ただやってくれたらなっていうのはありますよね。というところで、まあそのね、えー、スネルに限らず、モンゴメリーでベリンジャーもね、含めて、まあどっかしらこうね、突っ込んでいったら面白いなとは個人的には思って見てるわけですけどもね。まあオーナーの許可がね、出ないということなんですけども、 まあでもちょっと心変わりするのを待ちたいなっていう感じがあると思うんでね。それに期待したいかなと個人的には思っておりますね。そしてブランドン・マーシュがですね、膝の手術を受けたということで3、4週間離脱ということらしいんですよね。まあなんかあのね、数日前のワークアウト中に起こったということなんでね、不傷がね。でまあ、えー、そういう形にはなったと。ただ3、4週間ってことはまあ約1ヶ月ぐらいってことなんで、 まあちょっと開幕に間に合うかわかんないけども、えー、チームとしては間に合うようにね、期待しているということなんで、まあ、ただスプリングトレーニングのね、時期がこう、出れないような形になるのかな、うん、そういうことだと思うので、まあ、若干彼の開幕っていうのは遅れるかもしれませんけど、準備的な部分がね、なので、ちょっとわかりませんが、ただまあ3、4週間なんでね、そこまでね、えー 大ごとではなかったので、ま、あそれは良かったのかなと思いますけどもね。そしてコーリー・クルーバーが引退を表明ということでね、インスタグラムで発表したということですね。 まああの、ヤンキースでね、えー、ノーヒッターとかやりましてね、えー、そういう印象もありますし、まあ一時はね、本当にすごい圧倒的なというかね、素晴らしいピッチングをしておりましたのでね、ただあのね、近年はちょっとあれだったと思うんですけども、まあ今回引退ということになりましてね、まあお疲れ様というところとね、また次のね、ステージへということになると思うんでね、まあ個人的にはやっぱヤンキースでね、えー ヤンキースファンなので見ていたところで言うとそのノーヒッターっていうところの印象がまあ強いかなっていう形でしょうかね。というところでクルバが引退を発表という話になっておりますね。えー、そしてブルージェイズがですね、えー、ロドリゲスですね、と契約を発表ということなんですけども、まあこれ時間がかかったのはビザのね、影響でということでね、まあもうえ契約決まりましたよっていうのはなってたんだけども、正式発表っていうのはまだだったんですよね。 それがまあビザの影響でっていうところなわけですよ。それがまあ今回解消されて正式になったということかなと思いますね。そしてパドレスがですね、デュランに興味を示しているということでね、えー、レッドソックスがトレードに出すんじゃないかと言われておりますデュランですけどもね、パドレスが興味ということで、まあパドレスも外野手を出しちゃったりしてますので、まあそこでね、ちょっと注目しているのかなーなんて思いますけどもね。あとはですね、トミーファムとの再会も考えているということみたいですね。 なのでまあ、パドレスとしては外野者欲しくて、まあ、レッドソックスとしてはピッチャーを欲しいのかなうん、っていうふうには思うんですけどもね。ただ、まあ、現状こうね、今使えるピッチャーってなるとね、せっかくヤンキースから取ってきてっていうところで出すわけではないと思うので、今使えるけどもね、めちゃくちゃローテに入るかっていうところじゃないピッチャーとか、まあ、あとは若手とか、含めてのトレードになるのかな実現すればね、 まあ、レッドソックスはピッチャーが欲しいんだろうとは思うんですけどもね。まあ、そんなところなのかなと思いますが、パドレスとしてはデュランに興味を示している状況ではあるよということになりますねと。レッツがですね、ジョナサン・インディアと2年契約ということでね、えー、まあ、朝廷調停の部分ですけども2年分ということになるわけですね。で、まあ、契約したということになりますね。えー、そして最後になりますけども、えー、このオフシーズンね、えー、まあ、このシーズンが終わった後のオフシーズンですね。 の FA 選手のトップ25というところでね、まあ早すぎるランキングということで出ておりますので、それを紹介して終わりたいなと思いますね。で、まず25位ですけども、タナースコットということでね、マーリンズ。で、24位が、えー、ポール・シーウルト、えー、ダイヤモンドバックス。で、23位がですね、えー、クレーホームですね、ヤンキース。で、22位がプレスリー。21位がジャンセン、ブルージェイズ。20位がバーリューゴ・ヤンキース。 そして19位はテオスカ・ヘルナンデスと、ドジャースですね。まあ、今年1年やって、またいい契約を求めて市場に出るというところで19位ですね。18位がマックス・ケプラー・ツインズ。17位が、チャーリー・モートン・アトランタ。そして16位がですね、マックス・シャザオ。15位が、イオバルティ。14位が、ビーバー。13位が、ビューラーということでね、ドジャース。まあ、ビューラーも、FA になりますので、このシーズン終わった後ね。 だからまあドジャースとしてもキープできるのかっていう話になってきますけどもまあ普通にやっちゃったら高くなるんでねどの程度ね他の故障から戻ってくるピッチャーもいるしキープできるのかする気があるのかちょっとわかんないんですけども、まあ、まあまあな金額にはなってくるとは思うんでね今年それなりにいい感じで投げちゃったらねまあそれを期待しないといけないんですけど今年のドジャースに関してはねただそうなると FA で出ても高くなってくるとは思うのでそこがどの程度になるかですね で、12位がですね、サンタンデアでオリオールズ。11位がクリスチャン・ウォーカー。で、10位がグレーバー・トーレス・ヤンキースと。まあ、彼もですね、セカンドの FA ということで、まあ結構ね、それなりな金額になってくるかなと思いますし、ヤンキースは再契約がちょっとないかなと言われているので、まあ市場に出てね、いい契約を求めると思いますのでね、まあどれぐらいの契約になるのか。 ま、今年それなりにまたやるのであれば結構高くなるよねとは言われてますのでね。まあ、そこも期待したいなと思いますね。で、9位がですね、アダメスということでね、ブルワーズ。まあ、トレードの噂も出ておりますけども、9位でアダメス。で、8位がですね、パドレスのキムスさん。で、7位が、えー、マックス・リードですね、えー、ブレイブス。彼もちょっとね、注目の先発史上のピッチャーになってくるかなと思いますね。あとは6位がゴールド・シュミット。 5位がウィーラーと。まあ、この辺も再契約どうなのかなみたいな言われている気がするのでね。まあ、ちょっと、え元のチームにね、またそのままいる可能性もあるかななんて思いますね。で、あとは4位がブレグマンと。まあ、このところでもね、言われておりますけども。まあ、どうなんでしょうかね。アストロズとしては多分キープは難しいんじゃないかという見方がほぼほぼだと思うので、まあ、市場に出てどっか行くって感じになるかなというふうに思いますし、まあ、それなりにね、でかい金額にはなるんじゃないかと。 で、3位がですね、アロンソですね、えー、メッツ。で、2位がバーンズでオリオールズ。まあ、バーンズもね、トレードされて、えー、今年もそれなりにちゃんと投げれば、まあ、大きな契約になるだろうと予想されておりますのでね。彼もどれぐらいになるのか、ちょっと注目かなと思いますね。そして1位は外ですね、ヤンキース。まあ、彼が来、このオフですね。 まあ、ライオフというか、まあ、今シーズンのオフがまだ終わってないので、ライオフというと、彼がまあ、一番の注目っていうのは間違いないかなと思いまして、500ミリオン、5億ドル、えー、届くかとかね、うん、まあ、そんな感じで言われておりますのでね、どの程度のでかい契約になるのかちょっとね、注目かなと。で、まあ、彼もですね、まだ若いからね、えー、来年増えになるっつったって若いので、まあ、そう考えるとね、えー、プラスアルファの年数というか、 まあ大体10年とかね、いう話になってくるけども、まあ十何年にしたって、まあまだね、えー、なて言うんだろうな、許可が下りるぐらいの年齢だと思うので、 まあそう考えてくると、まあかなり高くはなるよねと。もちろんね、今年の成績がどうなるかにもよるのかもしれませんけども、まあただね、それなりにでかい契約にはなるっていうことは予想されますのでね、えー、まあ来季に向けての、まあ来オフにとってはですね、注目のまあ1位の選手ではあると思うので、彼が話題をね、さらっていくのかななんて思いますけどもね。 という感じで、まあ、あの、ちょっと早すぎるというね、トップ25ではありますけども、まあ、今年は大谷翔平、そして山本義信と日本人選手がですね、注目を集めたオフだったと思うんですけども、今オフはね、ただライオフは、まあ、外がね、えー、かなりの話題をさらっていく。 ま、存在にはなるだろうということになりまして。あとはバーンズとかですね。まあ、その辺が成績によってはというところになりますしね。まあ、そんなところで、え、来シーズンもね。まあ、まだ早い先の話ですけどもね。また注目はされるかななんて思いますね。ということで、今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でおります。 ということでね、えー、ここから雑談になりますけども、昨日あのね、サブチャンネルの方に動画を上げましてね、そちらを見ていただいたかなと思うんですけども、まあ、思ったよりたくさん見ていただいてね、えー、まあ10本中1位みたいな感じになってますので、今ね、えー、他のよりは、こう、早くというかね、いっぱい見ていただいたのかなと思いますけどもね、非常にありがたいなと思いまして、あとはチャンネル登録もね、数もちょっと増えましてね、まあ、そちらもありがたいなというところですね。 やっぱりあの、実写版っていうかね、うん、そっちの方がいいなって思ってる方もね、多分、まあ、昔のコメントとかの感じで言うとね、えー、あると思うんですよ。その、普段の野球動画もね。ただあの、実写版で30分とかにしちゃうとですね、本当にアップするのの容量が変わってくるんですよ。だからまあ、何でしょう。時間がすごいかかるんですよね。動画をアップロードする時間がね。 そうすると、まあ、毎日、そのね、時間的な感じを見ると、ちょっと厳しいな、っていうところでね、まあ最近は実写版ではないんですけども、まあ実写版はだからサブチャンネルの方にね、上げていければ、まあいいのかな、なんて思いますしね。まあサブチャンネルの方はそのね、時間にとらわれる動画ではほぼないので、まあなんていうでしょうね、アップしといて、まあそれで後日、そのね、公開するみたいなことにはね、できますのでね。 まあ、その、野球情報的に言うと、まあ今日取って今日出さないといけないみたいなことになるわけなんで、ちょっとね、アップロードの時間がかかっちゃうとアレなんですよね。っていうのもありまして、最近はそういう状況になってますけどもね。なので、まあ実写版的にはサブチャンネルの方で、やっていきたいかなと思いますね。で、まあ、そういう話変わるんですけども、あの、セブンイレブンでね、えっと、ラーメン買ったんですよ。で、エビ、 の味噌ラーメンみたいなやつを買ってですね、食べたんですけども。ただまあラーメンって個人的なね、好みがあると思うんでね、まあ僕が美味しいって言ってもちょっとあれだとは思うんですけども、まあでもエビ味噌ラーメンみたいなね、エビ香る味噌ラーメンかなうん、っていうので、まあ美味しかったですね。で、セブンイレブンって地域限定メニュー見たくなってて、まあここで美味しいですよって言ってもね、えー、どこで売ってるかっていうので、売ってない場合あるんですよ。で、ちょっとね、ちらっと調べたんですけども、 あの、逆にあのー、買ったところが、えー、その、何でしょう、販売地域にね、書いている、ね、都道府県で書いてあるんですけども、そこじゃないところで売ってたみたいなね、話で。あ、そんなこともあるんだと思ってね。対象の地域じゃないのに置いてあったんですよね、じゃあね、っていうことになったんですけども。まあでも美味しかったからいいやと思ってね。ぜひね、セブンイレブン行ってエビの味噌ラーメンあったらちょっと食べてみてもらいたいなと思いますね。 で、あとは、まあ、この前、その、雪かきでね、助けてあげたみたいなね、助けてあげたっていうか、まあ、手伝ってあげたっていう話しましたけども、あの、雪の日ハマっててね、近所の人が。で、昨日ですね、あの、まあなんかね、えー、お礼ということでね、お菓子を持ってきてくれたんですけども、ね、そんなことしなくていいのにって思うんですけどもね、ただなんかやっぱりね、日本ってそういうの、なんかやんなきゃみたいなあるじゃないですか。 まあね、こっちはそこまであんまり求めてないけどもな、みたいな。ちょっと手伝っただけなんだけどもね。っていうのもあってね、ただなんか、やっとかないとあれだって思われるしな、みたいなあるんでしょうね。近所だしね。うん。っていうのもあるし。まあ別にそのね、お礼でも、そのお菓子を持ってきてもらったことに対して、別にそのマイナスなイメージは全くないわけですよ。逆にね、なんか申し訳ないなって思っちゃうわけなんで、ありがたくね、いただいたんですけども、 まあでもね、まああんまりそんなね、うん、いいのかなと思いつつね、ただ逆にこうね、助けてもらった場合、自分もね、なんかやっぱやっとかなきゃとか思うわけですからね、まあやっぱそれはしょうがねえのかなとかね、思ったりね。だからあんまりそれをやられるのもね、うん、いやいいですよってなるわけですから、っていうのもあるんですよね。うん、まあ難しい部分ですね、これはね。やんなかったらやんなかったで、まあいろいろと思われるっていうのもあるからね、うん。 あんまりこれね、なくしてフラットになったらいいなと思うけど、まあ無理でしょうけどもね。なんかそんなことを個人的には思いますけどもね。それはまあね、話をちょっとね、してたんですけども、やっぱね、相当焦ってたっていうのはあるらしいですね。もう JAF に電話してたんだけども、まあ全然ね、繋がんなくて、まあもちろんそうだよね。あのね、雪で、まあ結構な車がそういうことになってたんでしょう。だからまあ出払っちゃってるとかね、もう忙しかったんでしょう、JAF もね。 っていうのを考えると、まあどうしようもなくて。で、まあ道を塞いじゃってるっていうのはあるわけですからね。車がもし来ちゃったら困るしとかもね、いろいろという思いがあったと思うんでね。まあ僕からするとちょっとね、えー、手伝って、あとは道具を貸しただけなんですけども。まあそういうのもあったみたいですね。話を聞くとね。もうちょっと早く気づいて助けてあげればよかったなと思ってね。うん、思ったんですけども。まあなんかやってんなーっていう感じでね。あのー、 すぐそこでやってたわけじゃないんで、ちょっとね、離れてるところでやってたから、まあ、なんか車のライトがついてんなと思ったんですけどもね。で、外の道路を見に行って、で、まあ、大通りのところ、雪どうなってるかなっていうのを見に行ったらね、えー、ちょうど、あ、はまってたのかと思って。で、まあ、戻ってきて、えー、ね、道具貸してあげてっていうことでね、えー、救出できたんですけどもね。まあ、そんなところで、 え、まあお礼にね、来てもらえ、もらったっていうかね、うん、そんな感じでしたね。ということでね、えー、雑談これで終わりたいと思います。